久保、レアルやバルサでも活躍できるレベルなのか？久保レベルでレアルやバルサに需要あんの？ソシエダだからギリ許されてるだけで、あんなスター軍団に放り込まれたらベンチどころかベンチ外にされんか。レアル派需要ない、バルサ派需要しかない。インサイドハーフとしてゲーム作れるやつおらんしな。今後のマドリー、ベリンガム取るからな、そのポジションあかんのや。今世界的右サイドアタッカー不足だからな、プレミアでやっとサカとか他に誰いるのってレベル。バルサ派がビ使うなら久保の場合は。レギュラーでプレイできないと、試合感なくして厳しくなるタイプやし、レアル、バルサ派一番移籍したらあかんね。あと一年シルバに支持してさらに成長したら、マドリーで中盤の要やってほしいわ。